うん、よく来た。ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前は七かまど。みんなからはポケモン博士と呼ばれておる。この世界にはポケットモンスター、縮めてポケモンと呼ばれる不思議な生き物が至るところに住んでいる。我々人間はポケモンと仲良く暮らしている。一緒に遊んだり、力を合わせて仕事をしたり、そしてポケモン同士を戦わせ絆を深めていったり。で、私はそんなポケモンたちのことを詳しく知るために研究しているのだ。さて、そろそろ君のことを教えてもらおう。はい、まだだめでいいか。鍋さんだね。うん、鍋というのか、いい名前だ。こっちの少年は君の友達だったな。彼の名前も教えてくれたまえ。ジュンとかじゃないんだ。え、ライバルの名前それジュンだよね。デフォルト名前に行こうか。純だな、それで合っているか。はい、鍋、これから君だけの冒険が物語が始まる。そこで君はさまざまなポケモンや多くの人に出会い、何かを見つけるだろう。さあ、ポケットモンスターの世界へ。というわけでやってまいりましょう。ポケットモンスターシャイニングバール。いやー、結局のところ捜査隊の努力も無駄しきる、珍しい色違いのポケモン赤いゲラドスの姿は一目見目撃することさえできなかったのでありました、っていうテレビを見ておりました、というわけで特別番組赤いゲラドスを終え、全国ネットでテレビことぶきがお送りしました。また来週このチャンネルでお会いしましょう。はい、というわけで、2021年11月19日発売、ポケットモンスターシャイニングパール、まあ、若干出遅れた感あるけれども、実況していきたいと思います。まあもうね、多分まあまあまあ大御所の方々は、もうすでにねプレイされて、なんならもうエンディングまで見ているんじゃないかなと思うんですけれどもね、私のチャンネルの方では、まあ、1日1時間ぐらいのんびりと、やっていけたらなと思ってね。まあ、結構ほんとね、ゆっくりのプレイになりますけれども、やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。以前ね、ポケットモンスタープラチナの方を実況してたところがあるんですけどもね、まあ、今回は、シャイニングパールの方を、プレイしていきたいと思います。なんかどういう違いがとか、その辺は、あまり情報見てないのでね、楽しみにしていきたいと思います。あ、じゃあこれね、プレイ夜にやってるんですけど、本体の時間12時間ぐらいずらしてるので、多分昼間の活動になるんじゃないかなと思います。ポケモンプレイ中はもう12時間ずらしてプレイする。じゃないと夜ばっかりの映像になっちゃうからね。だべ？さっきジュン君があなたを呼びに来たわよ。なんだかよくわからないけど、大急ぎなんだって。なんか最近のポケモン、まあ、剣盾くらいからなのかもしれないけど、あれだよね、オープニングないよね。オープニングっていうか、なんだろう。いきなりニューゲームから始まっちゃうよね。
まあちっちゃい子とかなんか多分そのオープニング流れだからってわーとかならないそうだもんね。そうだなべ。草むらに入っちゃダメよ。野生のポケモンが飛び出すからね。自分のポケモン持ってれば大丈夫なんだけど。そうね。さてさて。おっと。なんだってんだよ。え、鍋か。おい、湖に行くからさ、早く来いよな。いいか鍋、遅れたら罰金100万円な。せわしいね、やっちゃな。忘れ物。なるほど、遅れたら罰金100万なんだな。くれるんだな。おお、鍋じゃないか、純が、ああ。くそ、結局行かなきゃいけないのか。なんかこのデフォルメな感じなのがね、なんか賛否両論あったみたいだけども、なんかやっぱリメイクとかなんかこういうのだったら、むしろこれ、このくらいの方がちょうどいいなと思うんですよね。バックと冒険の後も持っていくか。なんだこいつ、ほぼ手ぶらで行く気だったのか。お、鍋、湖に行くぞ。道路で待ってるから、遅れたら罰金1000万円な。世話しねえやっちゃ。ああでもやっぱこれプレステ4のコントローラーでやってるんですけど、やっぱ操作しやすいな。なあなあ、さっきのテレビ見ただろ。赤いギャラと添え、湖に現れた怒りのポケモンの謎。俺さ、思ったんだよ。あの湖にも、あんなポケモンいるはずだって。だからさ、俺とお前でそいつを見つけに行くんだよ。あ、ついてくるのね。はいはい。いやー、この感じだよ。なんかプラチナやったのそんな前でもないからさ、ぶっちゃけそんな新鮮味ないんだけど、懐かしいとかないんですけど。よし、湖、赤いギャラドス見つけるぜ。なんだ？博士、向こうも変わったことは何もないですよ。そうか、気のせいかもな。どうも昔とは何か違うようだが。ほんとね、違いますよね。水の描写とかすごいよね。まあ、この湖が見れただけでよしとしよう。光、では戻るとするか。それよりも4年ぶりの信用地方はどんな感じですか？そうだな。信用地方には珍しいポケモンが多い。研究のしがいがあるだろうな。失礼、通らせてもらうよ。すみません、ちょっと通りますね。なんだ今の二人。あれ鍋、ちょっと見に行こうぜ。なんだよ、草むらに入るなってか。平気平気、ちょっとならポケモンだって出てこないって。お前みたいな世話しねえやつが一番狙われるんだ。カバンだ。さっきのその忘れ物だな。どうすりゃいいんだ。届けようにも今の誰だ。博士って言ってたけど。おっと、わ、ポケモン。なんだってんだよ。モンスターボールだ。これで戦おう。どれにする。若葉ポケモン、ナエトル、小猿ポケモン、ヒコザル、ペンギンポケモン、ポッチャマ。いやー、この3体か。俺プラチナの時普通にあれなんだよね、ヒコザル選んじゃったから。ちょっとこれ悩みどころだな。いやー、ちょっとこれ考えるのに3時間ぐらい悩んじゃうかもしんないな。困った困った。よっしゃ。やっていきましょう。他に引き眼中なしというね。さすがにね、なんか最近のポケモンだと、御三家いきなりなんか、当倍の技も、当倍じゃねえや。タイプ1の遊ばれたりするけど、さすがにそこはね。すげえな、お
俺たちの青春がこの画質で動いているよ。経験値の仕組みとかどうなってんだろうな。お前の彦猿すごかったな。だけど俺のポッチマの方がもっともっと強かったけどな。で、俺もお前も人のポケモン使っちゃったけど大丈夫だよな。よかった、カバンあった。博士に怒られるところだった。え、もしかしてあなたたちポケモン使っちゃった。どうしよう、博士なんて言うだろう。とりあえずこのカバン持っていくからね。なんだあいつ。やべ、とりあえずここから出ようか。さっきので俺のポケモン傷ついちゃったし、またポケモン襲ってきたらちょっとやばいんだよな。はいはい、まあ先に行けよ。ポケモン返しに行くのは当然だってわかるけど、もうちょっとこいつと一緒にいたいっていうか。しょうがねえな、こっちだってポケモン傷ついてんだぞ。あ、さっきの人だ。俺たちのことを睨んでいないか。光から聞いたがポケモンを使ったそうだな。見せたまえ。うん、彦猿にポッチャマか。うん、そうか、そういうことか。光、研究所に戻るぞ。はい、博士、待ってください。後で研究所に来た方がいいかな。じゃあ、またね。なんだ今の。怒るなら怒ればいいのに。それにポケモン返さなくてよかったのか。ダメ、俺たちも帰ろうぜ。はい。で、何？そんなことがあったんだ。でもあなたも純くんも無事でよかった。その博士って人、きっとマサコタウンの七竈門博士ね。何でもポケモンの研究で有名な博士って聞いたわ。あと怖いって噂も。ダメ、どうしたポケモンを使ったのかきちんと説明するためにマサゴに行くべきね。大丈夫、きっと分かってもらえるわよ。そうだ、鍋、これ履いていきなさいよ。ランニングシューズ。仲間かでなきゃする。マサゴタウンに行くのだって冒険みたいなものでしょ。ランニングシューズ履いていけば遠くにだってあっという間。取り扱い説明書読むね。ランニングシューズは L スティックを深く倒すことでもっと速く走れるようになります。ランニングシューズを履いて思いっきり走りまくろうだってかっこいいだそうです。ゆっくり倒すか強く倒すかみたいなね。なるほど、ボタン長押しとかしなくていいのね。はい、さてそしたら早速帽子とかかぶんないんだね。なるほどね。バンバン戦ってもいいんですけどね。もうすっぱなから丸ボタン連打で移動するよ。ほらね。序盤こういうのも大事。起きた。ただまだボールがないので捕まえられないんです。あ、そうだ。俺のヒコサルの能力見てないな。別になんか特別厳選とかする気はないんですけど。性格とかちゃんと見ておいた方がいいよね。どういう能力が上がりやすくてみたいなとかさ。いやー、今の鳴き声はめんどくさい。いやー、めんどくさい。これでも落ちないでしょう。あ、落ちた。オッケー。メスか、しかも。
どうだ？あー、なるほど。上がりやすいも上がりにくいもね。まあいいか。まあいいか。ここで時間食いたくないしな。はい。やった。ん？あ、ここ飛べるよってやつね。あ、来た。私についてきて。博士が待ってるから。ほら、ここがポケモン研究所。中で。うい。なんだってんだよ。お前だよ。鍋か。あのじいさん、怖いというか、むちゃくちゃだぜ。まあいいや、鍋。俺行くよ。じゃあな。なんなの？だよな。あなたの友達ってすっごいせっかちなのね。まあいいわ、中に入りましょう。やっと来たか、鍋だね。もう一度ポケモンを見せたまえ。うん、なるほど。このポケモン、なんだか嬉しそうにしておる。うん、わかった。そのヒコサルは君にプレゼントしよう。せっかくだ。ニックネームをつけれません。湖でのことはさっき純から聞いた。初めてなのにうまくポケモンと戦えたと。それに私が見たところ、君とポケモンとの間にわずかながらも絆を感じる。だから、そのヒコザルを君に任せようと思うのだ。あなたがポケモンに優しい人でよかったね。そうでなかったら、あ、言えない。ふん。さて、本題だ。君に頼みたいことがある。私の名前は七カマド。ポケモンの研究をしている。コントローラーと接続がちょいちょい切れるな。ちょっと待ってね。はい。まず、信用地方にはどんなポケモンがいるのか、その全てを知っておきたい。そのためには、ポケモン図鑑に記録していく必要がある。そこでお願いだ。このポケモン図鑑を託すから、君は信用地方にいるすべてのポケモンを見せてくれ。よかろう。うまで喜ばねえけど。うん。いい返事だ。やった。そのポケモン図鑑は君が出会ったポケモンを自動的に記録していくハイテクな道具だ。毎回この説明きますね。だから鍋はいろんなところに行ってすべてのポケモンに出会ってくれ。私も同じもの持ってるの。ポケモンと一緒に201番道路を歩いたとき、どんな気持ちだった？私は生まれて60年。未だにポケモンと一緒にいるだけでドキドキする。いいか？世界にはとてもたくさんのポケモンがいる。つまり、それだけたくさんのドキドキが待っている。さあ、行きたまえ。今、鍋の冒険が始まるのだ。私が最初に使ったポケモンはナイトルなの。もしあなたが湖でナイトルを選んでいたら、私たち恐れだったのにね。絶対そうならなかったろうな。そんなことはいいんだけど、私光。私も博士に頼まれて図鑑のページを埋めているの。だからあなたとは同じね。でも私の方がちょっとだけ先輩ってことよね。私がいろいろ教えてあげる。じゃあよろしくね、鍋くん。いるよね、こういう先輩風吹かしたい人。ねえ、鍋くん、私がいろいろ教えてあげるよ。ポケモントレーナーとしても博士のお手伝いとしても。ほら、私先輩だから。ねえ、ついてきて。アニメではなんか女性版サトシとか言われてましたけどね。この赤い屋根の建物がポケモンセンターなの。戦って傷ついたポケモンを元気にしてくれる場所なの。常識です。ポケモンセンターはいろんな街にあるからね。あ、久々のこの、ポケモンセンターとフレンドリーショップが分かれてるパターンね。こっちの青屋根の建物はフレンドリーショップだよ。いろんな道具を買ったり売ったりできるお店ね。鍋くんはポケモントレーナーになりたてだから、買える道具が少ないけど全然気にしないでね。必要に応じてってことね。そうだ、鍋くん、七カマド博士の手伝いでポケモン図鑑を作ること、家の人に言わなくていいの？遠くに行くこともあるから言っておいた方がいいと思うよ。
あ、その前にポケモンセンターでポケモンを元気にしてあげると安心できていいかもね。じゃあまたね。はい。さてさて、まあ一応先行して多少ダメージ受けてるんでね、回復しちゃい気にしちゃいますか。はいはい、おなじみの。219番、なんかどっかに、あ、毒消しゲット。いやー、早速ゲットとかしていきたいところですけどね。後でもらえたり、ちょっと購入特典でね、モンスターボール100個もらえるらしいんでね。所持金スタート高えな。まあまあまあ、とりあえずここぐらい買っておきましょうかね。早速捕まえたいし。え、気づきなんでちょっとね、そのいっぱい持ってんの？何も買う意味ないじゃん。状態状態さてちょっとこの辺、いくつか買っとこう。金に余裕があるからな。今回はなんかこんなデフォルメされたデザインですけど、着せ替えとかあんのかな。ムックル捕まえたい。ムックルはだって捕まえなきゃでしょう。ムックルはまあ特性変わんないよね。じゃあ捕まえ、またメスか。これなんかあれだな、メス比率高くなりそうなパターンだな。よし、鳴き声でヒコザルの攻撃力が下がるので、これで多分倒すことはない。急所に当たらない限りは。育成の手間考えたらもうちょっと後で、ね、捕まえたりとかでもいいかもしれないけど、オッケー。まあ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 、なんなら弱らせる人もなかったかもしれないな。捕捉率255とかでしょ。だったら大体弱らせなくても捕められるもんな、多分。あとは今回のその経験値がどういう風にね、剣盾とかだとなんだか戦ってないやつでも結構入ってたりしましたけどね。さすがにそこまで優しくはないような気もするんだが。はい。お、で、どうしたの、鍋。そう、七かまど博士からそんなすごいことを頼まれたの。よし、頑張れ。ママ応援しちゃうから。そうだ、鍋、いいものあるから持っていきなさい。冒険ノート。この冒険ノートには、あなたが冒険する中で気になったこと、疑問に思ったことが書かれているはずよ。いいな、冒険の旅。しかも一人じゃなくてポケモンと一緒でしょ。ママが行きたいくらいなんでね。うん、鍋、ママは大丈夫だから思いっきり旅を楽しんで。あなたがいろんなことに出会っていろいろ感じることがママのハッピーになるんだから。でも時々は帰ってきてよ。あなたがどんなポケモンを捕まえたかママも知りたいし。はい。すみません、こちらにジュン来てます？え、来てないけど。そうですか、じゃあもう行っちゃったんだ。困ったな。あの子冒険するからってそれだけ言って飛び出しちゃって。
向こう見せて無鉄砲だからこれだけは渡しておきたかったのに。大丈夫、鍋が届けてくれるか。届けてくれるわね、鍋。そう、じゃあお願いしちゃっていい。鍋くん、これ銃に届けてね。うん、まあなんかね、またどこかでぶつかりそうな気がするからな。鍋行ってらっしゃい。冒険の旅楽しんできて。そうね、多分まっすぐコトブキシティに向かってると思うけど、じゃあ純のことよろしくね。よし。あ、何？あ、帽子？おー、らしくなったじゃない。うん、やっぱり鍋はその帽子がよく似合うわね。じゃあ行ってらっしゃい。でもね、これキャラクター半袖でしょ？もうすぐ冬ですよ。なんかこれもなんか購入特典かなんか早期特典みたいな感じでなんか着せ替えができるようなやつあったよね。それ後でちょっとやってみようかな。はい。まあ初回はこんな感じで一旦一区切りにしましょう。まあね、この先もガンガン続けていきますけれどもね。はい。まあまあまあ、今回はどんなパーティーで冒険をしていこうか。まあ悩みどころでもありますけれどもね。今回もこのポケットモンスターシャイニングパール、しっかりと楽しんでいきたいと思いますので、どうかお付き合いいただければと思います。ではポケットモンスターシャイニングパール実況プレイパート1、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。